写真拡大。サンケイスポーツ専属評論家の野村克也氏83が10日深夜放送の TBS 系 S1 に VTR 出演。同日に京セラドーム大阪で行われた野球日本代表のメキシコ代表との強化試合第2戦を分析。日本はこの試合6対0で快勝して対戦成績を1勝1敗で終えた。4番左翼で先発出場した吉田正尚外野手25、オリックスが1回に満塁本塁打を放った。野村氏はバッテリーは外角で勝負に行ったのね。外角ならもっと手が伸びたり、体勢が崩れたりするじゃん。ど真ん中を振ってるようなスイング。それを自分のベストスイングで振っていると吉田聖のスイングを称賛した。5-0とリードした2回一死から四球で出塁した中村翔割れない野手26。ロッテが2投を決めた。しかし野村氏は後続の打者がぶつけられなきゃいいけど、5点もリードしてて走ってくるとは何事だってと警戒した。すると3回先頭の大山雄介内野手24、阪神が左膝付近に四球を受け負傷交代。日本がマナー違反。恥をかかせるような野球は絶対にお返しがある。思い切って手を振って変化球が来るから、フォークボールは世界に通用するよと太鼓判を押した。